はい、山本千代でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということで、霧島さとしさんがね、なんか50年近くの逃亡生活の果てにですね、見つかったよって話ですね。まあ、非常にこう話題になっていて、まあ、我々もね、おお、なんか捕まったんか、とね、割とこう、のんきに考えてたんですけども、結構いろんなところでね、こう、まあ、捕まれば捕まったで、まあ、いろんなハレーションも起きるもんでございましてですね、まあ、わー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 言ってるわけですよね。で、今日日曜日なんですけど、まあ、日曜日なのに、こう、結構みんなね、こう、まあ、ネットでこういう集まって、なんか、あれやこれやを議論をしていたらですね、なんか、ちょっとやべえことになったから、お前ちょっとなんか顔貸せやぐらいの感じで、ちょっと急に言われてですね、もうなんか悪いことしたかなっていう感じだったんですけどね。まあ、もともとあの、霧島さとしさん自身はですね、まあ、さん付けも変なんですけど、まあ、霧島さん自身はですね、まあ、8人が亡くなった三菱重工業の爆破事件には直接は関与しないとされているんですけれども、まあ、その周辺の事態でね、いわゆるテロ組織って、まあ、一体化されていたので、まあ、非常にこう重大な締め手違反としてですね、まあ、もう本当半世紀にわたって、まあ、いろんな街角でね、こう、笑顔を貼られていたんですけども、やっぱりそのいくつか論点が今回あると思うんですよ。で、まあその辺についてはですね、まあ私もそのメルマガだけじゃなくてね、いろんなところでこう、まあ言われたからにはまあなんか記事書くんだと思うんですけども、まずその警察がなぜ捕められなかったのかって、これで結構言われてますねと。で、まあいろんなね、こう、まあ公安のご担当者の方々も釈明等々あるのかなというのはありつつもですね、まあ一般論からするとですね、なんでわかんなかったのみたいな話なのですよ。で、今回そのね、舞台になった神奈川県、まあ鎌倉市ですね、まあその周辺のその工務店、まあ、某工務店という言い方はしてましたけど、まあ、そこのね、住み込みでずっと数十年やっていたっていう話でですね、後から追っかけてですね、周辺の人の話を聞くとですね、あ、おったよ、そういう人っていう感じなんですよ。で、わかんなかったかね、と。で、その、まあ、単純なその工務店の側もですね、ちょっとこの辺りでいろいろ出てくるんで、まあ、私の口から言うのも何なんですけど、まあ、いろいろ曰く付きの人でも、まあ、引っ張ってきてですね、まあ、仕事を与えてみんなで仲良くやろうみたいな、結構山肌の人がですね、周りにこう、たくさんいてですね、で、まあ、その、いわゆるその、軽作業を受けようというところから、その、土木まで、いわゆるその、本当に下の方ですよね、作業としてはね。で、重機を使わずにやれることに関しては、人足出していろいろがやるような会社さんに、まあ、住み込みでおられたということが、まあ、わかってますよね。まあ、ちょっといろんな、その報道によって数字が違うんですよ。22、3年っていう、そのね、勤務スパン。22、3年いたら、それはわかるだろ、普通っていうかね。まあ、その、仕事の出し方とかね、請負の中身で言ったら、その、なんか、あいつ身元保証取れない、その保険入れない社員がいるっつって、普通は、ワイワイ言われると思うんですよね。で、まあ、サイヤだとかいろいろね、あの辺の界隈で、まあ、特にその、まあ、あと、関大か、あの辺でやってた人たちがいろいろね、あの人知ってましたみたいなことを後付けで言ってきて、先言えよみたいな感じになるんですけども。まあまあ、その辺の界隈ではその人おったな、っていうことらしいんですよね。で、まあ、勤務体系も非常に真面目で、まあ、あんまりその悪い印象がなかったみたいなことをまあ言っていてですよ。なんか、真面目なテロリストって悩んでると思うんですけどね。まあ、その点で言うと、多分、右も左もわからないうちに、そういうテロ組織にうっかりこう、まあ、良かれと思って入っちゃって、で、正義の鉄槌の果てにですね、いろいろそのテロ事件を起こして海外逃亡をしてみたらですね、俺のやってること実はまずかったんじゃねえぐらい感じだったんじゃないかっていうのは、ちょっと外に聞くんですよね。まあ、その辺の話を、まあ、聞くとですね、もうちょっとこう、先に捕まえてあげた方が良かったんじゃないかっていうね。で、その、まあ、泳が施設と本当にわかんなかった施設がって、どうも今本当にわかんなかった施設の方に、流れついてどうやねんっていう感じになってですよね。まあ、それはさすがに恥ずかしいだろうみたいな感じになると思うんですけども。まあ、もちろんね、世間的にはその、いや、実は分かってたけど、その、組織的関与云々があるんで、その、まあ、泳がせざるを得なかったみたいなことを言ってる人いるかもしれないですけど、まあ、ちょっと今回に関してはさすがに、その、擁護無理あるかなというふうには思うんですよね。で、まあ、知ってるよって話になってしまうのはやむを得ないところなのかなというふうに思うんです。まあ、裏を返すと、もう完全にその、まあ、崩壊した組織で、その、なんか組織支援があって逃亡生活を繰り広げていたと言いながらもですね、まあ、そんなそのお金が回ってるわけでもなく、その要人もね、その、頻繁に接触してるわけでもなく、まあ、追っかけがいがないっていうような、その存在だったのかもしれないですよね。まあ、そこら辺はちょっとこれからの報道でどこまで出てくるのか、まあ、ちゃんと関係者が喋るからですよね。まあ、この辺が出てくるかなと思うんですけどね。で、あともう一個あるのもそれ、やっぱその、まあ、保健行政の方ですよね。で、今回その、まあ、特集会系の、その、鎌倉の某病院に、その、まあ、入院していたということで、その、発覚をしましたっていうところなんですけども、これちょっと今、諸説あって、まあ、入院はしたんじゃないかと。で、その、入院手続きの時に、その、本人確認と、その、まあ、連帯保証人ですね。入院の時に必ず必要な連帯保証人の、を提示を、その、お願いしたタイミングで、その、まあ、
なんていうかな、その身元不詳というかですね、身元保証人がいないということで、まあそれに関してはその古い法律があってね、まあ、それに関しては解説記事書くんですけど、昭和、明治28年間の法律から、まあ、すげえ古い法律があって、でそこの法律でそのいわゆるその行き倒れたそのまあ旅芸人だとか、そのまあまあ旅の人でその身元不明の人たちはその市町村行政等でその必ずその把握して管理しなさいよっていう、そういう法律があるんですよね。でまあそういったその人たちを割とそのまあ湘南方面というか、そのまあ神奈川一円の中で割と引き受けてくれていたのがその特殊会系の病院だったということで、まあ、そこにこう、まあ、なんていうのかな、その、まあ、霧島さんが倒れたところでですね、まあ、同僚の方がどうせ、付き添いで来られたということなんですけども、まあ、そこに運び込まざるを得ないとか、他が多分拒否をしたんだろうな、というふうに思うんですね。で、まあ、実際そこの話で言うと、その、路上でうずくまってるところを、まあ、通りがかった人が、大丈夫ですかってやって、まあ、彼のその人住んでる家が近くだったんで、送ってあげたら、そこから1時間ぐらいもしないうちに、その、もう救急車乗せて、まあ、1時間20分後に搬送したっていうような中身で、こう、まあ、言われてましたんで、まあ、それが事実であるとするならば、まあ、おそらく入院手続きまで行ったんでしょうね、と。で、ここで問題になるのは、その、マイナ保険証は意味あったかどうかって話になるんですよ。で、この観点から言うと、実は今回の件に関してはマイナ保険証はあんまり関係がない。非常にこう特殊な事例だと僕は思っていて、まあ本当ね、こう辺の絡みで言うと、その身元保証、身本人保証に関しては、もう一個あるのは防犯なんですよ。暴力団排除条例等々において、その病院の側がね、まあ暴力団関係者の方はそのまあ医療提供を断ることができますということがまあ一つ言われているわけなんですけども、テロリストで指名手配されている人が、まあ反社ではあるけれども、暴力団かってなると、またちょっとデリケートなところなので、まあ今回はそのまあね、功労業人のその死亡に関する法律ですね。ね、適用されるんだろうな、というふうに思うんですよ。そうなってくると、今、ワイワイ言ってるそのマイナ保険証云々っていうのは、まあ、直接は関係ないんだけども、ただその、まあ、ジェネラルに言うならば、これは本当に例外中の例外なので、本来で言うならば、そこの真ん中のところで、マイナ保険証みたいなのをちゃんと使ってあげて、その、まあ、身分保証できるような体制にしたら、連帯保証にもいらないじゃないかとかですね、もしくはその本人がね、完全にこう、まあ、なんていうんだろうな、こう、まあ、認知症でないわけのわかんなくなったと、にこうまあいろいろ対処できる方法があるんじゃないかと、そういうような形で、今そのまあ医療計画が組まれているので、その医療計画に基づいてそういうそのまあ、本人確認の仕組みみたいなものをそのちゃんとまあちゃんとまあ各医療機関やなさいよっていうことをまあやるんだと思うんですよ。で特に今回そのまあ話題となったのはその認知症患者で本人わかんないようなところとどう区別つけるんやみたいな話なんですよ。でこれはまあ法律上はっきり分かってて、まあまあいわゆるその精神科にそのまあ搬送されるまあ認知症で自分が誰だかわかんなくて身元わかんないっていうのは、これはもう単純なし、市町村に先ほど申し上げたその業量人のまあ問題として、身元保証ができない人として、まあ、各その市町村にですね、まあ、仮の戸籍を発行してもらって、その出た戸籍で、そのまあ、市のお金を使って、まあ、なんていうのかな、こう病院に入院するというような仕組みになってるんですよ。なので、現行法上、それはそのイレギュラーな対応だとわーわー言ってましたけど、あれは実は全然イレギュラーじゃなくて、そこはあるんですよ。普通にあるんですよ。だから、その、例えば、認知症の方とか、その、防犯で関わる方とか、まあ、そういったところに関しては、ある程度規定がある中で、テロリストっていう概念はないわけですよ。まあ、普通に犯罪者ですね。で、その犯罪者は、その、まあ、その、行動確認だとかね、例えば、その、まあ、その、まあ、入院の時の、その、まあ、手続きの中でですね、破り出せんだろうつって、今まではポツにも入ってなかったんで、これから、それに関しては特別規定としてね、例えば、その、まあ、まあ、政局ね、どこだりがこう、発令するのかなっていう、まあ、時局か、発令するのかなっていう感じになって、また、その、でっかいね、まあ、省令が発令されてしまうのかみたいなことで、みんな、まあ、戦々恐々してるってことじゃないですかね。ただまあ、一般論ですけど、そんなね、こう、50年が逃亡してるそのテロリストがですね、突然フラッと病院にやってきてですね、本人確認が必要になって、大変なことになりましたと、普通ないんでですね、そこはまあまあ笑って許してよというようなことではないのかなと思います。ただ今回は、その特にその、認知症の人とか、その防犯とかと、在日外国人ですね、とか、あとその、まあ今回みたいなテロリストみたいな、よくわかんない人たちですね、よくわかんない人たちの本人確認に関してのマイナンバーが有効だってことはまあ間違いなくて、これはその、こういう、
メな人たちをあぶり出すためのものではなくて、まともな人たちはまともに対応させるためのものなので、まあ、ここら辺のまともな人たちが、そのちゃんとね、マイナ保険証を使ってですね、まあ、病院に入院されるときに私はこういう人間ですということをパッと出せるようになるとですね、それはその事務手続き上も楽でいいのに、みたいな、その話ですよね。その、マイナ保険証の話と、その、ちょっとこう変わった例外事例の話と、若干違うのだということもぜひご理解いただきたいなというふうに思うんですね。で、まあ、なんかね、今日10時ぐらいかな、まあ、なんかその辺のこうね、さてどうしようかぐらいの話で、その、まあ、メモ書けとか言って、メモ書いて渡しましたけども、大した問題ではないですよね。うん。まあ、これ単体はそのなんか政権を揺るがすとか、医療保険行政に大きなその影響を与えるとかそういうことではなくて、ただ単純にこう、準拠している法律が古くて、その各その市町村もですね、そのまあ不明者のそのまあリストを作ってこのぐらいの形でね、行方不明者だとかそのまあ身元不詳の人たちのその処置をしましたみたいなことをまあちゃんと報告であげるんですよ。鎌倉に関してはですね、令和4年だから2021年に関してはです、22年に関してはですね、その人いませんでしたっつって話終わっちゃってるんですよね。そのぐらいまあ平和な世界なんで、その平和な世界においては突然テロリストが来ちゃったっていう話だろうなと思いますね。で、まあ最後に、じゃあどうやってこれ、まあなんか、話題として、ね、着地させんねよという話なんですけど、多分ね、これはね、いわゆるテロリストの文脈でいうと、その社会に与えたそのテロリストの影響に関する文脈ってあんまり言わない方がいいと思うんですよね。だからそれって半世紀前の話なんだけども、そのテロリストがそのテロをしたその、まあ理由として我々の主張で届けたいとかそういうことがもしあったとするならば、そのテロを成功させたのと変わらない意味を持ってしまうので、それはやめましょうっていうのがまず一つと、あともう一つがですね、その、まあテロを起こさないようなとか、そういう話になってくると、またちょっと違う話になってくると思うんですよね。だからやっぱりこう興味関心としてはね、事実上こうまあセルフ終身刑みたいなサービスで、まあ下々の暮らしやすいですよ。だってその公的なねサービスを受けられずに海外から逃亡してどうやって帰ってきたしないで、とりあえず帰ってきて、まあ島内に神奈川県内に潜伏してそのね動物科学院やって頑張ってたらいいじゃないですか。で、それってその本当に自由な生活だったのかなって、その本当にそういうことをやらかしたことに対する後悔ってなかったのかねみたいなので、やっぱどっかあると思うんですよね、僕は。で、そこはその最後はその霧島聡の名前で死にたいっていうまあ気持ちもね、人間としては分かる。でもやったことのその罪の重さからすると、ちょっと釣り合わないものなのかなと思いつつもですね、まあそこら辺はその人としての機微はどっかにあるんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、まあそういったそのまあいろんな人たちを包摂するためのその社会制度みたいなものをまあ考えるのも一つ役割としてあるんだけども、さすがにそのテロリストを包摂する、これはね、まあ法的枠組みから外れたところでですね、うまくそのまあ、構成させたりとか何とかする責務は我々にはないのでですね、そこら辺にこう、お前どう思うとか言われても何とも言えないですよね、みたいな感じなのだけはどうかこうご容赦いただきたいっていうふうなことは思いますけどね、はい。まあいろんなことを言う人がいるのでですね、それはそれでまあ皆さんぜひいろいろ聞きながら判断していっていただければいいかなというふうに思いますね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。